攻撃です。バッターは4番のイエスタ。いい当たりだ。左中間破っていった。三塁ランナーそれを見てゆっくりホームに帰ってきた。二塁ランナー藤原もホームイン。そして打った安田は二塁へ。これはいい当たりになりました。センターへヒット放ちました。ツーアウトから藤原出ます。ツーストライクと追い込まれていたんですが、打ちましたね。打ちましたね。はい、シンカーですね。コースとしては最高のコースですよね、今。まあ、追い込まれてからの基本ですよね、はい、しっかりとこう、はい、引っ張った当たりはヒットになりました。一塁ランナーの荻野は二塁蹴って三塁へ行きました。藤原今日2本目のヒットです。非常に速い打球、ファースト中村晃の左を抜けていきました。これも低めのボールで支えましたね、よくね。そうですよね、センターへの当たり、柳田下がっていく、ワンバウンドでフェンスに当たりました。そして安田は2塁へ。チーム10本目のヒットになりましたマリーンズ。この回先頭の安田がツーベースヒットで出塁しています。今日安田は2本のツーベースです。左の香山から打ちました。最終回の攻撃、足で打球の勢いを殺しましたけれども、しかし藤原は一塁駆け抜けました。この回先頭の藤原がヒット。今のシーンです。これ足当たりましたかね。当たってのボールが2つ先行して、そしてセンターへの当たり、柳田前に出てきます。ワンバウンドで掴みました。安田今日は3安打猛打賞になりました。今日は、荻野が猛打賞、藤原猛打賞、安田猛打賞、12本目のヒットです。藤原選手は大阪桐蔭ですか、ね、そうですね、藤原は大阪桐蔙、何年目になります、